ビンさん、こんにちは。こんばんは。笑顔が素敵で超かっこいいケビン。今日もですね、スマイルビジネスパワースポットはどこにあるということで、お話をさせていただきたいと思います。八坂神社って実はあるんですよ。東金商業高校の方なんですが、天皇様ってね、地元の方に呼んでるんですけど、その天皇様のそこに本殿があるんですよ。で、じゃあ一体どこにパワースポットがあるのかなって、皆さんね、行ったことある人なんか知りたいでしょ。奥の本殿ですよ。本殿の後ろ、真後ろ来て、ちょうど真ん中のあたりですね。こうやってやるとね、すっごいエネルギーありますよ。すごい。これはね、知る人ぞ知る場所なんですよ。エネルギー感じられない人は残念ですが、行ってみるといいのかもしれません。八坂神社、東金商業高校のすぐ脇の方ですよね。あの辺はなんかやっぱり古い区から、鎌倉にあった北条氏のね、いろんな関係のある区画城なんかあった方なんですが、その八坂神社の本殿の裏側にはなんかすごいエネルギーがありますので、ぜひ皆さん、あのそばにこう行ってくると、ええー、って感じいたしますので、ぜひ行ってみるといかがでしょうか。いわゆる三能台と言われる、ほら、展望台があるじゃないですか。展望台に上がっていただいて、展望台の右奥に日が立ってるんですよ。東方伝説発祥の地ということで、その日が立ってるんですよ。この実はね、この日がね、すごいエネルギーがあるように作ってあるんですよ。これ皆さん、ケビン教えちゃうけど、ね、何がすごいかっていうと、こう面があるんですね。へた方とかいろんなこう書いてあるんですよ。六角形になって、六角柱になってるんですよ。その六角柱の一辺は、ヤマトタケルが上陸したと言われるかの有名な武者神社があるんですよ。武者神社の方を見てるんですよ。もう一辺は飛鳥、ヤマトタケルのふるさと飛鳥にも似てるんですよ。もう一辺断面は、あの後ろにあるその小三王神社の方に見て作ってあるんですよ。ですから、そうやってエネルギーを取り込めるように、その東方伝説発祥の地の日は実は六角形でできているんです。これもすごいエネルギーが持っておりますので、ぜひ皆様楽しみにしていただきたいと思います。まあ、そんなことで今週もお送りしてまいりましたが、パワースポットいかがでしょうかね。もう一回、この後パワースポットの話をさせていただきまして、ケビンのパワースポットはここよみたいなお話させていただきたいと思います。ではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。でした。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。安沢ウェブチャンネル YouTube 配信チームがお届けいたしました。グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではいきますよ。5、4、3、2、1。